ハイノンチ TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回はランマンの第15話について話していきましょう。はい、第15話、東京最後の日ね、最後にね、また浜辺美波さんに会いに行きね、こうめでたしめでたしみたいな感じですかね。まあなんていうか、東京と土佐では離れてるんで、まあここまでみたいなね感じでしたね。はい、神木隆之介さんと志尊淳さんのね、今回はかなり戦いがありましたね。私は若様にねついていってるわけじゃなくみたいなね、当主だから当主についていってるんですみたいなね感じの冷たい言葉もあったりなんかしましたね。あとは志尊淳さんのね、こう佐久間由衣さんへのね、お土産ね、串をね買おうとしてましたね。買ったんでしょうか。そして顕微鏡をね、買いたがってましたね。まあなんとか買ってもらえたわけですが、私も昔小学生の頃顕微鏡をね誕生日プレゼントにもらったことがあるんですが、最も嬉しくなかったプレゼントでしたね。人によりますね。嬉しいですか？小学生で顕微鏡をもらって嬉しい人っていたんでしょうか？いや、いたよね。自分は全く興味がなかったんでね、なんか高級感はあってね、よかったけど、その木箱かなんかに入ってね、よかったけど全く使わなかったよな。なぜそれをくれたんだろう。ね、だってまあ学校の授業でちょっと使った程度で、子供がねそう簡単に使えるような代物じゃなかったんだけどね。なぜだった、どういう噂を聞いてそのプレゼントに至ったんだろうね。えそのくれた人も別にそういうの好きな人じゃないと思うんですけど、いや不思議。今日はねその不思議な思い出をね思い出しましたね。はい、そんなこんなで第15話は東京最後ね、最後なんだっけ、牛鍋かなんか食べてましたね。美味しそうでしたね。そしてその隣の席の人がねその土佐のお酒を褒めてたとね、めでたしめでたし。まあそんな感じで来週また戻るんですかね。もう東京編やってほしいですけどね。はい、どうやってまた来るんでしょうね。はい、そんな感じで来週も楽しみにしたいと思います。はい、金曜日ですね。私はもうこれから日曜日に向けてのリハーサルをやるわけですが、暑いですね。今日は暑いね、これ。いや、機材運ぶの大変だなという思いがしてますね。まあ雨よりいいか。みたいなのとか
まあね、機材運ぶにはね、うん、私雨そんな嫌いじゃないんですけど、機材運ぶにはね、機材にも良くないからね、うん、まあそんな感じで本日は日曜日に向けてのね最終リハーサルをやっていきたいと思っております。はい、どんな風になるのか日曜日皆さんぜひ来てください。東京吉祥寺シルバーエレファントというライブハウス、ぜひ遊び来てください。突然のね、こう行こうというその思いを大切にぜひ来てくださいね。5時半スタートです。5時オープン、5時半スタートとなっておりますので、一番初めにと一番最後に我々キャプテンカーが出ますので、はい、ちょっと遅れちゃうなって方は、まあ、2部を見ていただいて、最初の方の時間しか行けないんだよごめんって方は1部だけね見ていただいてもいいんで、ぜひぜひ足を運んでください。はい、でいろんな質問とかある方は概要欄の方に私の公式 LINE アカウントがありますので、それに登録していただくといろいろ質問とかね、うん、答えられますんで、よろしくお願いします。はい、そしてこののんち TV もね、チャンネル登録をよろしくお願いします。まあドラマのこと、映画のこと、そして後半は私の日々の生活についてね、これいいよとかね、いろいろ話していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、まあそんな感じで本日はこれからリハーサル行ってまいります。それではまた。わあ。